おいっす、こんにちは、まもりです。今回なんですけども、今回はちょっとね、面白いことを考えました。今後来る敵のギミック8選ということでね、考えたんですけど、まあ8個、とりあえずパッと来てもまあいいかなっていうギミックを8個ね、考えました。5000にしようかと思ったんだけど、ちょっとまあこれも入れようかなみたいなのがプラスアルファでちょこちょこ出てきたので、今回は8個にね、限定して見ていこうかなと思います。あくまで予想なので来るかはわからないです。そこはね、ちょっとまあ楽しんでもらうっていうぐらいの気持ちで聞いてください。で、もしね、こういうギミックがあったら嫌だなみたいな、まあ嫌なギミック来るの嫌なんだけど、厄介だなとか、こういうギミックが来そうっていうのがあったらコメントで教えてください。じゃあまず1つ目、どれからいこうかな。一番来そうなやつからいってみようかな。じゃあこれにしよう。ダメージ吸収と属性吸収無効吸収の、並列、これね、ダメージ吸収と属性吸収の並行活用、1体によって、これはまあ来そうじゃない。今んとこフォロワーさんに言われたんですけど、ドットゼウスとドットヘラがなんかそうだったらしい。なんかもう記憶にないわ最近の公認だけど、確かにドットヘラはダメージ吸収してきたなっていう印象はあったけど、ドットゼウスは属性吸収してきたのかな、ちょっともうね覚えてないで、単体ではまだ今はいないのかな、多分いないと思う。シェアトとかも属性吸収とかしないよね、あの人。ちょっとね、その敵が最初初っ端からしてくるっていうのは見たことがないかなって思います、今パズドラやってて。なんかいろいろ条件を加えていって、もしかしたらダメージ吸収の敵が属性吸収無効したりするケースがあるかな、わかんない、多分ないと思うんですけどね。とりあえずこのダメージ吸収と属性吸収無効の並行活用、これ単体によって、これがまあ来ても全然おかしくない。まあ最近増えてきてますしね、一緒に解除できるようなスキルがまあ来てますし、あとなんか同時スキルじゃないと、そのリーチェみたいに同時に何発動するスキルじゃないと両方ともカバーできないっていうのをちょっと運営対応してほしいかな。あれね、なんかわかります、属性吸収無効した状態でダメージ吸収の無効のスキルを別々に使うと上書きするんですよ。上書きする必要はなくない別々になんないかな、あれ。ちょっとなんで上書きするんだろうっていう思ってます。はい、まあこれが一番来そうな気がする、無難に。で、次に来そうなのは、そうですね、次に来そうなのはまあこれかな。盤面を6号盤面に変える、これ76で潜入時6号盤面に変えてくる、まあ、ビーザル降臨っていう降臨が前ありましたけど、ビーザル降臨が6号盤面だったのを76に変えるよっていう降臨でした。なんでそこをね、逆に縮めちゃうよみたいな。6号盤面だったら54になるとかだったらやばいな。54盤面にされたらとんでもない、たまったもんじゃないよ本当に。無効貫通だったらもう3コンボぐらいしかできないよみたいなね、そういう感じになっちゃうかなって思いますけどね。まあそれもそれで54番目にされるのはやばいな。まあ面白いかもしんないけど、ちょっと厄介ですね。対応が必要になってくるかなっていう感じです。はい、じゃあ2つ目そんな感じ。3つ目はね、そうだな、3つ目はこれでいこうかな。超暗闇ドロップがランダムで降ってくる、これ。超暗闇ドロップがランダムで降ってくる。今んとこ暗闇っていうと、まあその盤面にあるドロップを暗闇状態っていう感じじゃないですか。それが目覚めとして、暗闇ドロップ目覚めとして降ってくる、これあってもおかしくないかなと思います。まあ毒と同じような感じですしね、弾き方がないですけどね現状目覚めを弾くっていうのが上書きしかないので、上書きスキルが出ない限り、あーピーピー今言わないでよ、ちょっとストーブ今ピーピーの時じゃないでしょ本当にっていう感じですけどもね。まあ超暗闇ドロップが目覚めで降ってくる、まああってもおかしくないのかなっていう感じです。これが3つ目かな。こっからはね、ちょっと本当に来る可能性が低くなってくるんですけど、じゃあ4つ目いきましょうか。4つ目がね、じゃあこれでいこう。一定の位置に落ち込んが来なくなる、これ。今落ち込んなしのギミックが来る時のエフェクトって皆さんわかりますか。矢印が全部の上にビビビビッパションみたいな感じなんですよ。落ち込んしなくなるよみたいな感じなんですよ。それが1個だけになる、こことここの場所だけ落ち込んが来なくなるよみたいな、ちょっと特定位置落ち込んなしっていうギミック、まあこういうのが来るかなみたいなね、来るかなですけどね。はい、これ4つ目ね。5つ目が、じゃあどれにしようかな。5つ目がね、じゃあこれでいこう。
すごく来る可能性低い気がするな。特定の属性で攻撃すると自分の HP が減少する。まあ言うたらなんかなんだろうな、相手が体が毒みたいな敵、そういう敵攻撃すればダメージを逆に食らうっていう、まあどれぐらいの割合かって言われたら、まあそこまで毒ドロップ1個消したぐらいだとは思うんだけど、まあそんな感じのダメージ。だから闇属性で攻撃すると、逆に自分の HP が減少するみたいな。まあ来ないかな、これは。これは来ないかな、自分で考えててもあんまり来ないかなと思うんだけど、うん、まあちょっと予想しただけです、予想しただけですからね。はい、そんな感じです。で次6つ目、あと3つかな。6つ目がね、じゃあねこれでいこうか。属性ダメージ無効、うん、属性ダメージ無効。今は普通に何万以上のダメージ無効とかじゃないですか。それをなんとかの光属性と闇属性のダメージを無効化します。まあ吸収があるからね、属性吸収があるから属性無効とかもあってもいいのかなと思う。多分ないよね現状、そういうのは。属性を無効化しますよみたいな、ダメージ無効化しますよっていうのがないのかなと思うんですけど、まあそんな感じ。まあ単色パーでいくとかなりきついかな、このギミックがもし来ると。まあそんな感じです。はい、じゃあ残り2個ね、残り2個、じゃあこっちからいこうか。残り2個、1個がコンボ異常吸収、うん、これね、コンボイカ吸収はあるじゃないですか。今7コンボイカ吸収、8コンボイカ吸収ね、アヌビスが9コンボイカ吸収とかありますけども、この7コンボ異常吸収とかね、うん、これは厄介よ、これは厄介よ。ただしこれが来るんだったら本当にコンボ吸収無効っていうスキルが来ておかしくない、そういうスキルが必要になってくるかもしんないし、まあでもね最近やっぱりなんだろうな、コンボ、まあ同時に出てきたらめんどくさいね、コンボイカ吸収とコンボ異常吸収が同時に出てくるとめんどくさいけどね。まあ水着ベロアとか使いながらね、コンボ吸収を対策しながら周回するっていうのが流行ってますね。もうコンボ異常吸収が来るとまあめちゃめちゃめんどくさいかな。まあでも無効貫通1コンボで倒せるような敵だったら逆にそうでもないのかな。まあ別にあっても悪くはないかもしんないね。うん、ちょっと調整がめんどくさくはなるかなぐらい。うん、じゃあラスト1個、属性反転。うん、属性反転、どういうことかっていうと、相手のギミックですけども、例えば属性反転をすることによって、相手が例えば火属性の敵だったとします。火属性って普段水属性の攻撃が有利に2倍に入るんですが、そこが火属性の攻撃が2倍入るようになって水属性は半減される。どうかな、まあ面白いギミックではあるね、悪くないと思う。来ても別にそこまで害はない、害悪なギミックではない。で例えば相手が闇属性の敵だったら光属性のダメージを半減するっていうね、うん、光闇属性も半減し合うっていう、まあこういうギミックが、まあ来てもこれも別に全然そこまですっごい害悪で支障が出るかって言われたらそうじゃないしね、もうちょっとコンボとかエンハンスで対応できたりもするし、まあ別に悪くはないかなって感じ。はい、そんな感じでした。まあ最後にね、まとめてバーっと出しとこうとは思うんですけども、一応この8個考えてみたから、他にもなんか、あ、こういうのもある、こういうのも、うん、こういうのも、こういうのも、みたいな感じでいっぱいあるんですけども、まあ、中でも、まあ聞いても、まあ、おかしくはないかな、みたいな。そういう感じのギミックを8個ね、ちょっと厳選してみました。なんか一つでもね、あ、これは来そうだなって思ったらね、ぜひね、コメント欄に、そういう、それ来そう、みたいな感じでね、コメントしていただけると嬉しいし、高評価とね、あとチャンネル登録も皆さんね、忘れなくということで、皆さんの意見もお待ちしておりますので、こういうギミックがあったら面白いとかね、こういうギミックがあったら厄介だ、みたいな感じのがありましたら、教えてください。で、ちなみになんかね、パズドラクロス、パズドラクロス俺全然やってないな。パズドラクロスっていうゲームがなぞった位置から暗闇になっていくみたいな、そういうギミックがなんかあったのなかったのみたいな、まあわかんないんだけど、まあ、そういうのがあるかもしんないし、あとはまあなんだろうな、今や来てるギミックの応用、まあ落ち込んだしもそうなんだけど、あとはなんだろうな、例えば何があるか、あ、そう、目覚めが逆みたいな、逆にこの色だけ振りにくくなるみたいな、そういうのもまあどうだろうな、でも来ないかな、そんなに別に厄介じゃないもんな、その一色だけ逆に落ち込む増えるんじゃないみたいな、まあそういう感じのギミックもあったりするかなと思いますんで、もしもねなんかあったら教えてください。はい、ってことで今回は今後来るギミックをちょっと予想してみました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。